はい、ユッキーでございます。今日ですね、Amazon でですね、注文しました。こちらセラミックスライサーなんですけど、こちらはですね、一品しか、注文してないのにですね、なぜか、このようにですね、5パックでですね、5個も商品が送られてきたという、じゃんね、不具合がありましてですね。で、先ほどですね、まあ、かなりレアなケースみたいですが、まあ、電話したんですけど、電話したらですね、まあ、返品、まあ、してくださいということになって、返品手続き取ったんですけどね。はい。それで、なんか、こちらの不具合ということなので、なんか、300円の、アマゾンポイントを、くれるって言ってたんで、はい。そのようなことになりました。はい。皆さんね、まあ、多分パクったらね、5個もらったからつってパクったらパクったで、なんか詐欺罪とかなりそうやしな。まあ、ちょっとわかりませんけどね。まあ、300円、ちょっとめんどくさいんですけどね。箱、梱包のね、やつとか、用意っていうか、まあ、うん。しなきゃいけないんですけど、まあ、そうですね。まあ、めんどくさいですけど、うん。まあ、パクったらパクったで多分、詐欺罪になるんで、気をつけましょう。ということで、ユッキーでした。